皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらのムック本です。スヌーピー縦でも横でも持てるスマホショルダーブック開封していきます。そして何件か補足いたします。コメント欄に質問何個か来てましたので、そちらの回答をしていきたいと思います。内容は先日紹介した美的の付属で、このエレガンスのこれですね、後でちょっとめくってみますね。あとゼクシーとこのスプリングの付録紹介した動画で A4 入りますかという質問があったので、そちらやりたいのと、結構前になりますけどモズさんのこちらのショルダーバッグにタブレット入りますかというコメントありましたので、そちらもやってみたいと思います。 あとそれとですね、こちらのバッグに680ml のちょっと大きめのペットボトル買ってみましたので、それを入れてみようかと思います。補足は最後の方にやりましたので、よかったらご覧ください。それではムック本開封します。はい、開封いたしました。中にはこちらスマホショルダー本体、そして取り外し可能なショルダーストラップとこのサッシ入ってます。でムック本よく買ってる方、詳しい方は分かると思いますが、スヌーピーさんの縦でも横でも持てるスマホショルダー以前にも、はい、こういうの出ておりました。こちらとも比較していきたいと思います。それでは本体を写していきます。ご覧ください。ブラックの合皮素材が使われまして、ゴールドの型押しのイラストもありまして、見た目の高級感しっかりとありますね。プリントをちょっと見ていきますと、こちらにウッドストックさん、はい、並んで楽しげに歩いておられます。さらにはこちらスヌーピーさんですね。落とし穴に落ちた後這い上がってきているスヌーピーさんが型押しされております。さらにはブラックの、こちらスヌーピーさん、雨に打たれている様子ですね。傘を忘れたみたいです。はい、その他こういう丸いデザインもされまして、おしゃれ感が出ております。で正面こちらの、あ、でここにですね、あのポケットがありまして、スマホが入るポケットあります。はい、早速入れてみますと、 iPhone の Pro シリーズのケースがすっぽりと入っております。そして Pro Max のちょっと大きめサイズも、ちょっとこの辺はみ出ますけど問題なく入っております。念のためアルフォートも入れますけれども、はい、問題なく収まります。正面こちらで、反対側見ますと、こちら無地の状態で、ここにショルダーストラップ取り付けられます。ここにつけると横向き、こっちにつけると縦向きに使えるという仕様になっております。で本体はちょっとこうソフトなレザー調生地が使われておりまして、横から見るとこんな感じですね。ジップのこの引き手、持ち手の部分、スヌーピーさんの可愛い刻印がされております。はい、こんな感じのスヌーピーさんがいらっしゃいます。はい、そしてサイズなんですけれども、例えば長財布と比較してみますと、横幅に関してはちょっとだけ大きい感じで、この縦方向は、はい、これくらい広くなっていますので、スマホショルダーとしてはちょっと大きめサイズになってくるかと思います。はい、そして以前に発売されたこちらも縦でも横でも持てる、はい、こっちもこっちも使えるタイプなんですけれども、これよりも少しサイズアップしております。はい、でこのように合わせてみますと、横幅は全く一緒ですね。ここはちょっとだけサイズアップしております。でこの持ち手の部分もこういったものから、こういうスヌーピーさんデザインに変わりましたので、より可愛く仕上がっております。それでは中開けていきましょう。ダブルジップ仕様になっていますので、そしてここの持ち手もですね、この平たい感じになってますので、非常に持ちやすいかと思います。で角の部分もスムーズに、はい、このように動いてくれまして、中の方を見ていくんですけれども、内側はブラック一色ですね。生地はポリエステル生地が使われておりまして、収納を見ていきますと、まずこっちですね、ここにはここは合皮素材が使われたカードポケットが一つあります。はい、まあ、こっち側にもカードポケットありますけれども、よく使うカードはここに入れておくとさっと取り出しやすくなっております。でここがこう指でこうですね、こう引き出せる感じになっていますので、こういう感じにもできますので、はい、使いやすいですね。でここがフリースペースとなりまして、マチはこれくらい開きますので、ガバッとですね、たっぷりと入れられます。で中央はジップタイプの、はい、収納、コイン収納ですね、があります。ここも容量は十分かと思います。でさらに同じくフリースペースがございまして、この下はこうつながっている感じですね。
でさらにカードポケット 1,2,3,4 つあります。でここに横いっぱいの収納スペースがあります。で本体はこの中にちょっとでクッション材が入っておりますので、少しだけふかふかした状態にはなっております。それでは収納していきます。まずお札入れてみますね。3枚持ってきましたので入れますと、はい、こんな感じに収めることができます。横幅の余裕はこれくらいありますね。でここもここも同じようなスペース、さらにここにお札とかチケットとか入れておいてもいいですね。全部隠れるくらいの深さがあります。でスマホはもちろんここに入れるんですけれども、ここのフリースペースにも十分入るスペースが確保されております。もちろんアルフォートもしっかりと入りますので安心してください。さらに通帳なんかもここに入れられますし、はい、こっち側の収納ですね、ここにもこんな感じで入ります。続いてコイン収納を見ていきます。15枚持ってきましたのでじゃらっと入れますとこんな感じで入ってくれます。開口はこうガバッと柔らかめになってますので開きますし、手もすっぽりと入りますので選び取るのは全く問題なく余裕を持って行うことができます。ただちょっと真っ黒なのでちょっと見えづらいかなという気は多少しますけど、それほど影響はないのかなという感じですかね。でジップを閉めまして、はい、続いてカードポケット4枚入れてみました。こんな感じで入ってくれます。でこう抜き差しも特に問題なくできますので、はい、1枚ずつだと全く問題ないですね。で続いて1つのカードポケットを2枚入れしてみたんですけど、こっちの上の方は問題なくこうできますけど、手前の方はちょっとですねこう指を入れにくくは多少なりますが、それでも大丈夫そうですね。2枚入れはいけると思います。そんな感じでお財布機能があったりとか、プラスアルファでこういう鏡とかハンカチティッシュ類とか入れたりして、はい、プラスアルファも入れられるちょっと大きめサイズのスマホショルダーになっております。はい、あとはストラップなんですけど、同じく合皮素材が使われまして、この金具で簡単に取り付け取り外しが可能となっています。でベルトをつけてショルダーにしてもいいですし、このまま単体でポーチとしても使えます。はい、それではスマホショルダー持った感じ写していきたいと思います。ご覧ください。正面にはこちらですね、スマホが入る大きなポケットがありまして、スヌーピーさんのお顔が可愛くおしゃれなデザイン、で合皮が使われておりますので見た目の高級感もしっかりある仕様になっております。で縦でも横でも持てるということで、今横にするとこんな感じですね。はい、そして後ろ側がこのようになっております。で肩掛けしてみましょう。はい、今一番長く設定して肩掛け斜め掛けしまして、はい、あ、腰ちょうど下ぐらいまで来ますんで、いい感じで長さ設定されております。で横向きの使い勝手見ていくと、スマホはまずここから横にこう抜き取る感じになってきます。で今中にですね、カードとかお札とか小銭、さらにはさっき入れた鏡とかハンカチ入れましたので、ちょっと中身が膨らみまして、このスマホを入れるときにちょっとねこう膨らみにより少し抵抗力があるような状態にはなっております。はい、ただ出し入れは特に問題ないかなという感じですね。で本体開けますとダブルジップ仕様になってますので、スーッと開けられます。で待ちがあり、このようにガバッと開きますので、お財布機能、手前の方にカード、よく使うカードはここに入れておくとさっとお会計が完了します。であとはお札、現金ですね、現金派の方はここからお札を取り出して、はい、上からこう見下ろす感じになりますので、中が黒くて見えづらいかなっていう気はしますけど、開口が広くて見渡しはしやすいので、出し入れはそれほど難しくないかなって感じですね。そして小銭収納もジップスッと開けまして、はい、まあ、手前の方にこのようにして持ってくると、こういうお財布みたいにして扱いやすいかなという感じですかね。でジップ閉めまして、あとこっち側にですねカードも入りますので、まあ、ちょっとお出かけ用のスマホショルダーとしては十分な収納力かなと思います。あとはこう、はい、ハンカチとか、鏡とかですね、こういった小物もちょっと入れたりもできるサイズ感になっておりますので、はい、スマホショルダーまだ持ってないという方はぜひこちら使ってみてはいかがでしょうか。はい、続いて今度縦向きにショルダーベルトを付け替えてみました。こうですね。で肩にかけますと、はい、使い勝手見ていきましょう。外側のスマホポケット、ここは
はい、さっと抜き差しができますので、これは縦でも横でも同じような感じですね。で、メイン収納なんですけど、ダブルジップ開けていきます。で、このように開けちゃいますと、中のものはここからポロンと落ちちゃいますので、ここだけにしたいなと言ってもこれでは使えませんので、縦の場合はこう手で持ってですね、このように開いて使うという感じになってきます。はい、ですので結局このように使いますんで、縦でも横でも使えるんですけれども、はい、操作感の違いは ここだけですね。ここがこう縦になるか横からこう抜くかで、メイン収納は、まあ、縦にしても横にしてもこう使えますんで、はい、まあ、基本的には横で使う感じになるかなとは思います。まあ、ただこう見た目はですね、こう縦にした方がシュッとしててスマートに見えるのかなって感じはしますかね。で、カッコに出たこれをちょっと横向きにして斜め掛けしてみますと、こんな感じですね。縦のスタイル、そして横はこんな感じになります。まあ、個人的には横の方がしっくりきますけれども、縦でも横でも使えてスタイルに合わせて向き変えられるのは、まあ、おしゃれな便利なポイントになっているのかなと思います。はい、というわけで以前よりもちょっとだけサイズアップしたスマホショルダースヌーピーさんファンの方必見となっております。おすすめです。はい、ということでいかがだったでしょうか。ここまでムックボンスヌーピーさんで縦でも横でも持てるスマホショルダー紹介しました。こちらは書店で売っておりますので、よかったらチェックしてみてください。はい、お待たせしました。ここからは冒頭でも申し上げましたけど、コメント欄でいただいた質問の回答を動画で映していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、いつもコメントありがとうございます。まずは美的なんですけど、エレガンスのラプードルオートニュアンス、これ入ってました。で、ここを開くとすぐ使わなきゃいけないかと思って開いてなかったんですけど、今回開いていきたいと思います。はい、これをめくっていく感じです。あ、このようになってたんですね。はい、こんな状態になっております。はい、で、開いてもまた閉じておけば大丈夫だったんですね。で、このような感じですね。これ色、いろんな色ここに出てるんですけど、どうやって使うのかがちょっとよくわかりませんが、はい、このようになっております。で、厚みは全くありませんので、一回これでこうやっちゃうと割っちゃう感じなんですかね。はい、このようにております。はい、ということで開けましたんで以上で終わります。続きまして、スプリングとゼクシーの付録紹介したコメント欄に A4 が入りますかとありましたんですけど、はい、まあ、このトートバッグにってことですよね、おそらく。では A4 サイズを入れてみたいと思います。入れますと開口部分はこのようにスッと入ってきますけども、そこに向かってちょっと狭くなってますので、このようにちょっと曲がって入れられる仕様になってます。はい、こんな感じでここからちょっと狭くなってますので、ここは入るんですけど、この辺でちょっとぶつかって曲がって入るような状態です。はい、上から写すとこんな感じになります。はい、なかなかやっぱりサイズ感が伝わりにくかったりする場合がありますので、もし何かこれ入れてほしいというのがありましたら、コメント欄で残していただければ、またこんな感じで補足していきますのでよろしくお願いします。キティちゃんは今年50周年を迎えておりますので、付録貴重なアイテムになっているかと思いますので、おすすめです。はい、あとはペットボトルいつも入れてますけど、私いつもこの 500ml ペットボトルで試して入れてるわけですけど、ちょっと大きめサイズも入れてほしいということで買ってきました。 680ml というのがありましたので、はい、これちょっとやっぱりサイズ高さが違いますし、この太さも違ったりしますんで、はい、これでこのバッグ入れてみたいと思います。今後はこちらとこちらでいろんなバッグに入れて試していきたいと思います。何かまだこれっていうのがありましたら、はい、コメントいただければと思います。で、ミッキーさんのバッグに入れてみますと、立てて入れるとちょっと高さは大きくなりましたけど、はい、巾着部分もしっかりと締まりますね。大丈夫そうです。で、横に倒しますと、あ、やっぱりちょっとこの辺ぶつかってはきますが、そこに横にしてこのように入れることは大丈夫です。そしてキティちゃんの方行きますと、立てて入れると、はい、ギリギリで横にして入れると、はい、横には問題ないですね。で、中のこの保冷バッグの方なんですけど、これは立ててはもちろん入らないんですけど、横にして、横にすると斜めっちゃって横には入りませんね。500ml ペットボトルの時は、はい、なんとかこう倒して入れられたんですけど、はい、ちょっと大きめサイズになるとこちらはちょっと入らない。
入りますけど、こう斜めになるといった感じです。そんな感じで大丈夫でしょうか。続いてちょっと前に発売されたモズさんのショルダーバッグなんですけど、これですね、このタイプにタブレット 10.2 インチのタブレットで、横幅26センチのものが入るかという質問だったんですけど、26センチのものが特になかったので、私が持っている11インチのタブレットのケースですね、キーボード付きのやつ、これ横幅25センチで、深さといいますか、こっち方向が 19.5 センチくらいあります。それを入れてみますね。で、横にはこう入っていくんですけど、深さといいますか高さといいますか、はみ出しちゃいますので、タブレット多分入らないんじゃないかなという気がします。で、横幅はもうギリギリサイズなので、26は本当ギリ入るかなと、横幅的にはそんな感じです。で、念のため26センチ段ボールで、こっち26センチになってますけど、入れてみようと思いますが、あ、大丈夫です。なんとかちょっとこの辺少し擦れながらですけど入っていく感じですね。で、この深さ方向はどれくらいあるのかちょっと私分かってないんですけど、はい、実測でだいたいですね17センチぐらいだったら入るんじゃないかなって感じですかね。はい、ということでちょっとはっきりとした答えにはなってないかもしれませんけども、このような感じで、はい、参考になればと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、何点か補足として質問答えさせていただきました。はい、まあ、付録とかムックも全部私管理してるわけではないので、全部が全部答えられない場合があると思うんですけども、はい、まあ、コメント残していただけるとできる限り対応させていただきますので、よろしくお願いします。というわけで今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画参考になったと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。